回のあらすじ。でもレイムさんなんですよ。ノープロブレム田中チャンネルの頭脳である その先はまだまだ長そうだということで先に進んでいきましょうか。もう私はダメだ。私ここに置いて先に行ってくれ。お前はどうすんの？比較的に楽に行ける自殺方法でも探そうかなって。そんなん許すかよ。行くならせめて3日目になってから行け。話せー、地獄から解放しとくれー。でこれ見よがしに置いてある機械は何なんでしょう？一瞬ゲームボーイかと思ったがやっぱ違うか。なわけないでしょうが、これはあれよね、赤外線温度計ってやつよ。何？温度計？これ見て何をどうすんの？私に聞かれても困るわ。差し詰め反応するとこに出口があるか危険があるかの二択だわな。初回なんで反応するとこ行ってみましょうか。鬼が出るか蛇が出るか。出たときゃ自殺願望のある霊夢さんの出番だぜ。バーロー自殺願望はあっても殺されるのだけはごめんだ。危険があるかもしれないのにあの三人どんどん進むじゃない。まるでいくつもの修羅場を潜ってきたようなそんな貫禄があるというか、悪く言えば感覚狂ってるんじゃないかしら。で、ここめちゃくちゃ高なってる。ね、ここ10倍くらい高いんですけど、なんでこの一部だけがこんなに高いのおかしくない？そしてそんな温度にも耐えられる私もおかしいって。ねえマリサこの世界いろいろと狂ってるって。なんで？どっかから這おうとするくね。むさ苦しい上に歯虫ぶんぶんな劣悪環境。レイムお前の番組出来上がった。話せー。実際どこへお連れするんですか？悪いよ悪かったよ。確かにお前らの同性善人にしてきたんだけどさ。それは意外と美味しかったお前らにも善人の一端があると思うというか。デカドンが結婚してんだよ。もしかして迷子だったりしますか？霊夢さんついにガオンナとして覚醒しちゃった。だからあれほどゼリー食べるなって言ったのに。ふう危なかったぜ。マリサさん霊夢さんどうしちゃったんですか？背中からガが生えてましたよ。生えてたんじゃなくてドッキングな。霊夢のやつ、私をかばって自らを犠牲に。嘘つです。あの自己中大魔王の霊夢さんが他人をかばって犠牲になるはずないですよ。そりゃそうだ。なんでマリサじゃなくて霊夢？マリサがとっさに霊夢を盾にしたのかしら？友情もクソもないわね。敵は化け物だけじゃない。味方にも裏切られるかもしれないことを念頭に置いとかないと。ちょ、ハオトが聞こえる。すぐそこから聞こえる。これ私追われてるじゃーん。ダメよ私虫はダメなのよ。虫はこれっぽっちも触れないのよ。ちょうど今リサだアリスごめんマリサー、アリスさんもついに生き切るしちゃいましたか。この生き切るって言い方やめてよ。あれはどう考えても不可抗力でしょ。とか言って前のこともそうやっておとりにするんだ。マイちゃんにそんなひどい。いやーストップストップ。後ろに私より美味しそうな子がいるから先にプッチ食べてお願いします。リアのやばやば同時に展開かしてないのよ。私知ってんだから。一足の間には日本性を表すのですよ。化けの皮が剥がれましたねアリスさん。いや死ぬの早いんですよ。何の進歩もないままぼっくり釣りなんですよ。ポンコツどもね。出口どこよ。あーもう行き止まりばっかり。ヒントフライよこしやがれってんだよコンチキショー。結局この温度計で何しろと？現状高いとこ行っても何もあらせんかったじゃないですか。せめて使用用途くらい一緒に置いとけよ。それがフェアってもんでしやばいしのハートが。ローレイで大勢だ。虫けらごとき。いやー話せー。前はまだ未成年ですよ。この映像人展開でもあろうものなら PTA や警察やマイちゃんパンダが待ってないぞ。おいちんとのかりなー。あれここ元のスタート地点ですか？いや違うわよね確か左右に通路があったとこよ。つまり私ら知らぬ間に中間地点通過してたってことか。なんそれこちとら全然脱出に向かってる実感ねえけど。まあまあ儲けじゃないですか。システムがそう裁定したんですからありがたくここから行かせてもらいましょう。やばいわあの虫の巣成虫から幼虫までおようよと。ばっか思い出させんな。別に感想を言い合う必要ねえだろ。うようよと。私の体に群がってきて、それで。吐くぞ。それ以上言うとお前にゲロぶちまけてやるからな。よかったなアリスにとってはご褒美だろ。ダメだ女。そうですよだ女。あいつらきっと同胞がモスデリーにされたことに怒ってんですよ。ないやるわけないだろ。だってそれ以外にモスラどもから恨まれる理由がないでしょ。いやヤッコさんら恨み高校で殺しに来てるわけじゃねえから絶対そういう本能なんだろ。てかマリサやたらとずいずいすんだ。マリサ絶対一時絶対。いやーもういやーまだあの人一人で突っ込んで勝手に死んでくんですから。けど今度は無駄死にってわけではなさそうだぞ。奴は身をもってしてこの通路は危険だってことを証明してくれた。最低限仕事はしてくれたってことですか。正直慎重に行けば一人もかけることなく危険確認ぐらいできたと思いますが、それより前ひらめきましたよ。ここにバルブがあるんですよ。ここをひねるとなんと熱風が吹き出すんですね。予想が正しければこれで近づいてこれないはず。よしよし前の予想通り皆さん今のうちに通り抜けますよ。これが田中チャンネルの頭脳と呼ばれるかな。おいー全然ガードできてねえじゃねえかー。あかん殺される。いや、これ気づかれてない。ラッキーあいつらそこまで探知能力ねえぞ。スニーキングで通り抜けられる。ちょっと置いてかないでちょうだいよ。そっち虫いるのに通れないでしょうが。あれ二人とも、そこいて大丈夫？なんで虫はいなくなったの？ほらちゃんとご健在じゃない。いやなんで私なのよ。あのアホンダラ、父に言う自覚なさすぎんだろ。もっと声のトーン抑えろよ殺されたいのか。あー5分も経たずに私一人になっちまった。ダメでもともと、行けるところまで行ってみるか。ねえ思いのほかだいぶ進んだろ。そろそろ出口とかあったりしてもよくないか？どう？これだろ脱出の扉。ノアーン一人でよく頑張ったぞ白霊霊夢。お前がみんなを救ったんだ。ゆっくり休め。お前にはその資格があると。頼む誰か言ってくれー。そろそろ霊夢さん限界だぞ。へ。やっぱり？珍しく霊夢さんが決めてくれましたね。そしてはここ見たことあるとこ。ひぃ、また来ちゃったよ。シオンさんお久しぶり。こういう時は右だな。お前ら右へ行くぞ。おいそら待てー。前も右行ってチーム反対させたことを忘れになられたんですか？大丈夫今度こそ右だって。クラキカ理論を信じろ。だからそれで前痛い目見たんでしょうが。ノアンくらいよ熱いよ怖いよ。おい本当にこの道でやってんのか？知らねえ。おいこいつもう殺せよ。全滅したら全裸で土下座しろごら。モノドのキャラップ。これ後ろから来てね。マジ？ってるってるめっちゃってる。お前ら走れー。いやーキーキーシオンダメなんだよ足を添えから追いつかれちゃうよ。そうだ壁のくぼみに隠れてやり過ごせばいいんだ。無言にもほどがあんだろ。バカなことはのせしよーん。大丈夫シオン壁が薄いことに定評があったわね。
か、無茶しやがって。ですがおかげで私たちは命拾いしました。落下してる場合じゃねえ、すぐに追ってくると。ねえ、これどこがゴールなんですか。見つかるまで走るしかねえだろ。露骨にネオンきらめくゴールっぽい場所見つけた。お前ら滑り込めー。おお、キャラー生き残ったぜ。あれ、まいちゃんは。あらららら、通り過ぎるとこでした。お前これ気づかないってま。あら、今までと違ってやけに楽しそうな雰囲気の場所じゃん。もしかして逃げ切った私たちを祝福してくれる感じですかね。パーティーだパーティー。そうかな。なんかなんとも言い難い曲が聞こえてきましたけど。いや、もう逆に不気味なんだっていうの。全然気が抜けねえ。あるわ。風船でここまでビビる人おる？殺す。ごめんて、まさか風船割っただけでここまでビビるとは思わないじゃん。ねえ、これ風船の音で敵寄ってこないと思って引いてみましたが、大丈夫そうですね。さて、パーティー会場はどこかな？よいよい、ガッツリ言うてる。マジ？あ、ほんとだ。いるいる。ねえ、あの人風船でビビるくせにどうして化け物を前にして毅然としてられるんですか？これまでの戦いで感覚狂ってるんだろうな。さっき風船の音でも反応しなかったけど。いや、これは反応するんかい。あらー。お、恐ろしい食い方じゃあ。また新しい敵だ。ウェイ、しかも2匹いるよ。いや、左にも一体いるぞ。こんなのどうやって前に進めばいいんですか。でもどの個体も明日の方向いてんだよな。これワンチャン後ろスニーキングで進めたりしないか。無理で言ってますか。やめましょうよ、絶対バレますって。いや、行く。何回行けそうな気がすんだもん。あと今回うまくいってるから調子乗ってんでしょ。戻れレイム、戻れ。ほら見ろ、予想通りだ。こいつら物音さえ立てなければ気づかねえ。ほら見ろ、言わんこっちゃねえです。今のはマイちゃんが大きな声で叫んだのが原因では。マイが悪いみたいな言い方しないでください。みたいじゃなくて直接そう言ったんだよな。あれから数十分経過、シオンさんがゲロゲロピーヤでお亡くなりになりました。その前に地雷処理にでも使っておけばよかった。人の心かいムーマン。そして隅々まで探索した結果、やはりこの蛇の道を通り抜けるしかなさそうでした。これ見たことか。目視できる範囲では4体ぐらいいません。この先それ以上の数待ち構えてたりします。このステージはそういう思考のゲームっぽいな。回数重ねてルート開拓してく感じなんだろ。ルート開拓の末に一体何人の私たちが犠牲になっちゃうの。トロトロ歩きやがってよ。動画のテンポが悪くなるだろうが。黙れ亡者がこきとら、そんなこと気にしてられないほど精神すり減らしてんですよ。黙ってご老中ください。やっぱりどいつもこいつもそっと向いてやがりますね。今んとこトリガーは音ってことは分かってんだよな。あと完全まで行ったらさすがにバレると思います。ここにもいるよ。そして数えてみると意外と近日なんだよな。ヒーローマットメン。ストレッチマンの慣れの果てか何か。あんなにベアハグでもされようもんならマイちゃんぽっきりですよ。そうならないように一発ゴール目指さないとな。でもそれも難しくありませんよ。地雷さえ踏み抜かなければ襲ってきませんからね。テンポを割いてでも丁寧に進めば楽勝にゴールできるかと。ここからのバックルームズはさらに難易度が増してきて、さらなる地獄が繰り広げられるよ。果た